あ、はじめまして。城本慎一と言います。今からですね、まあ、慣れない実況をね、いつもやらさせてもらってるんですけどね。こちらですね、ファミコンのですね、日本物産の、セクロスというね、ゲームをやらさせてもらおうかと思うんですけどね。なんか、今考えたらやばいタイトルですよね、これね。ね。ちょっとやってみますんでね。はい。これ、たまにね、やりたくなるんですよ、このゲームね。なんか、音楽がいいですよね、これね。なんかすごい、こう、キャッチーなね、キャッチーな曲調でね。よしよしよし。これ本当はね、打たない方がいいみたいな。打ったらこれエネルギーが減りやすくなるっていうね、ことらしいんでね。でも打っちゃうよな。打たない方がね、上のメーターが減らないんでね。上のメーターが減っちゃうとね、死んじゃうのでね、亡くなったら死んじゃうんでね。この回復をね、取りながらね。パワーアップも取ったりしながらね。だからもう人を助けるよりもこれ、エネルギー補給の方がね、優先って感じがするよね。これをね、こういうのを取った方がね、優先って感じだよね。だから打たずに行くか。打たないで、こうやっていこう。その方がね、減らなくていいから。そうすれば、その方がね、助ける方にね、優先できるからね。あ、やばい。よし、あれは取っといたら、ちょっとパワーアップするときあるから、前こと。ああ、しもた。打たない方がいいな。よいしょ。まあ、体当たりで倒していった方がいいね。よしよし。まあ、打たないで、あれしよう。できるだけ。打たずになるべく、必要な時だけは打つことにしよう。音楽を聞く方を楽しむようにしよう。打たなければね、音楽がね、聞きやすくなるしね。あ、増えた。命が増えた。よし、もうゴール近いね。はい、終わった。はい、2面ですね。この2面の音楽も結構好きなんですよね。結構いいよね。おぉ。ちょっとスローになるんだよね。2面になるとね。やば。おぉ、危なかった、今ちょっと。よし。やばい、やばい。あー、やっぱりやられた。せめてこの2面をクリアしておきたいな。やばい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 。よし。よし、これ取ろう、これ取ろう。よし、パップアップ。これ貫通できるからね、障害物とかも全部ね。こういう感じでできるから便利なんだね、これね。取っておけばね。やばい、危なかった。よしよしよし。これ装備しとればだいぶ違うからね。だいぶ楽になるから、攻略が。おお、危ねえ。おお、怖っ。よしよしよし。なぜかね、これ敵倒した化石みたいに固まるやつがいるんだよね、敵に。やばっ！ああ、なくなっちゃったな、パワーアップが。やば。ああ、しまった！これコンティニューがあったと思うんやけどね。ああ、ないか。ああ、あったあった、よかった。できるできる、ちゃんとできるよ、コンティニューが。ああ、しまった！
よしよし。よしよしよし、取っといた。よし。なるべく打たないで、できるだけ打たないで、音楽を楽しみながら、よいしょ。おっとっと。やばい。おお、怖っ。今のよう避けたな。やばい。よしよしよし。貫通来ないな。よしよしよし。うわっとっと、危ない。よし。よし。貫通来ないね。ここにあるかな。あ、まだか。まだか。やばい。うわー、しまった。クソ、倒せなかったな、今のやつ。二面こんなむずかったっけな。これ取っとこう。よし、取った、倒した。よし、中ボスが来た。中ボス。強えな、こいつ。強えな。強え。やばい。やばい、危ねえ。よし、倒した。よし、クリアした。このなんか、1アップした時の音楽かっこいいよね。よし。この面もまあ、あんまり打たないで、できるだけ打たないで、体当たりで敵を倒すようにして。よいしょ。あぶね。あ、しまった。一緒にぶつかってどうすんねん。音楽いいよな。キャッチーでいいな。おお、危ね。よしよしよし。おお、危ね。よし、取った取った。ああ、くそ。もう一回やってみよう。3名3名。もうちょうどさっきやられたとこから始まったの。よしよしよし。おし、取った。おし、出た出た出たぞ。これがこれ楽なんよね。めっちゃ連射強いしな。よしよし。おお、怖っ。危ない、今の。危なかった、今のは。よしよし、よしよし。気持ちいいな、これ。なんか音もいいね。おっと。できればこの状態保ちたいよな。あ、増えた増えた。やばいやばい、危なかった。あ、取れないか。
よし、4面ですね。もう貫通できるから楽でいいよね、これ。障害物を貫通して敵倒せるんでね。割と楽にいけるね。これがあればね。特にこの2面とか4面とか6面とかっていうね、面はね、このね、武器があればね、だいぶ違うんでね。よしよしよし。ああ、足元あ、でもいきなり取れた。よかったよかった。よし。ああ、くそ！ああ、取れなかった。ああ、くそ！よし、取れた。ああ、くそ！やってみよう。よしよし、これ全部倒せばいいな。おー、やばい。取れないな。ちょっと無理しない方がいい。ああ、すみません。よし。ああ、すみません。でも音楽いいよね。なんかかっこいい。ああ、しまった。まあ、こんなとこか。今日はこんなもんですね。はい、セクロスやりましょう。よし、じゃあもう時間的にね、ちょっと今回このゲームをでこれで最後にしますね。はい、これ終わったら終わりにしますね。連打ですよ、これね。音楽いいですね、この一面の曲ね。あ、やばいやばいやばい。そうさ、これ売ってたらあかんのやったな、それば。忘れてた。打ちまくったらあかんねや、これば。打ったらあれ減るんですよ、エネルギーが。だから、なるべく打たない方がいいんですよ。うん。使うときとか、打ちたいときだけ した方がいいんですよね、打つのね。なるべく。なるべく打たない方がいいんですよ。それ忘れてたわ。時間があるよ、時間とか。勝手に減っていくんですよ。弾打ってたらね。あー、取れなかった。高得点の時だけね、取りたい時だけ打つというかね。それ以外はあと人を助けたりするのに集中するというかね。あー、しまった。いいですね。ノリノリで。ああ、しまった。
もう最後さん、最後ちゃうのこれ。一面でこんな死ぬとは思わなかった。まあこれあんまり無理してパワーアップ取るのもね、パワーアップとか点数高いね、アイテム取るのも無理して取るのも良くないんですけどね。もう一面の後半まで来ました。もう一面の終わりの方ですね。ああ、しまった。ゲームオーバーか。もうクリアやったのにな。はい。はい。じゃあ今回これで、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。かなと思うんですけど。これね、オープンですればね、プレイできるんでね。はい。はい。こんな感じで、普通にプレイできる。あ、音量ちっちゃいな、これ。音量ちっちゃい。なんか、多少、なんていうか、音が割れてるっていうかね。あ、そうか。このゲームってあんまり打たない方がいいんやったな。エネルギー減っていくんですよ。あんまり打ちすぎると。必要な時だけ打った方がいいですね。ちょっと音量上げるか。もう最大まで上げるか、じゃあ。これでちょうどいいぐらいになるかな。尺で。うん、これでちょうどいいぐらいだね。まあね、今日はこのゲーム機でファミコンはやらないとか言いながらやってますけどね。まあそれはね、これは SD カードのから読み込んだデータをプレイしてるんで。まあ一応 SD カードのね、エミュレーターのデータもね、読み込んで遊べますよっていうことで見せてるんでね。だからそういうエミュレーターのデータ持ってる人は、このゲーム機をね、買ったらできますよってことですから。ちょっととりあえずね、一気死んだらやめますけど。でも一面簡単ですからね、クリアしちゃいそうな気がします。あ、増えた。これ上のエネルギーが減ってしまうとね、やられてしまうんで、あんまりね、弾の無駄遣いもできないんですよ。あれ、弾の数なんでね、上のエネルギーは。でもちょっとね、音が割れてますよね、音楽のね。まあそれはしょうがないのかもしれないですけどね。この曲いいですよね。ノリノリで。あ、危ね。もうこれで一面の後半ですからね、これもうクリアしそうな感じですね。うん、はい。これまあちょっとスローになるんです、2面もね。これまあ前もね、僕実況プレイやってるんでね。あれですけどね。2回目になりますけど、今回やるの。なんかこの、あの敵だけね、撃って倒したら化石みたいになっちゃうんですよ。なんかよくわかんないですけどね。爆発せずに化石みたいになるんですよ。こいつだけね、こいつ稼ぎになるんですよ、うん、あ、出た出た、貫通できるやつね、貫通だ。あ、やば、危なかった今。
まあこのゲームは個人的には結構僕は名作だと思ってますけどね。面白いと思いますよ、普通に。うん、まさかこのゲーム機をね、立ち上げて一番最初にやるゲームがこれだとは思わなかったですよ。まあその前にね、一応ちゃんとロケハンしてどんなゲームが入ってるかとか一応見たりして、まあちょっとね、プレイしたりはしてるんですけどね。これ。実況プレイでね、やって初めてね、このゲームを立ち上げて、実況プレイの最初にやるゲームがこれだとは全く思ってなかったですね、僕もね。なんか意外と一機死んだら終わりつもりでいたんですけど、結構続いてますね。なんか知らんけど妙に調子がいいな。いや結構ねこのゲーム難しいゲームなんですけどね、うん、結構むずいゲームなんですよ。この武器があるからかな、貫通弾があるからね、順調なのかもしれませんね。クリアしちゃいますねこれ。あ、これ中ボスですね。倒しちゃったな。あ、でもない、エネルギーがない。そっか、今のボス戦で撃ちまくったからや。さあ、持つかな、ゴールまで。あぶね。なんか知らんけどね。これ取ればね、回復するんで、エネルギーはね。クリアしちゃうな、これ。クリアしちゃったね。めっちゃ結構助けてますね、意外とね。はい、3面ね。これ確かね、6面かな、6面か忘れた。6面ぐらいまであるんやったら9面やったっけ、とかそれぐらいまであるんですよね。ゲームセンター CX でもこのゲームやってたんですよね。さあ、なんかね、なんとなく自分の中でも一気でどこまでいけるか楽しみになってきました。いけるところまで行ってみましょう、一気で。いや、本当はね、一面で一気すぐ死んでまうと思ってたんですけど、思ったより続いてるんでね。すぐ一面で死ぬかと思って、あー死んだ！はい。これね、一応ね、セーブもできまして、このインスタントアーカイブっていうのを押すんですね。それで、このブランクで保存ってやれば、セーブできるんですよね。だから、またこっからやろうと思ったらできるんですよね。はい。で、こう横押せばロードってやれば、また続きはプレイできるんですよ。こんな感じで。はい。これ、まあ今やってた続きになりますね。はい。だから一応セーブ機能もついてるんでね、それもね、ありがたいんですよね。どのゲームでも一応これできるんでね、もちろんね。はい。SD カードに入ってるデータでもこれができるっていうのがすごいですね。うん。じゃあやめるって気になるとこあったんですよね。これグラディアスって何やろね、これ何これ。あ、セクロスやん、これ完全にグラディウスちゃうやん。あ、グラディウスになってる時期がすげえな。すげえビッグバイパーになってるやん、セクロスやけど。改造ゲームですね、完全にこれ。あ、モアになってる、あれが。すごいなぁ。これあんまり打たない方が良かったよ、そういうの、セクロスって。すげえなぁ、グラディウスになってる。これがあれかな、
これね、弾打ちまくるとね、エネルギー減っていくんですよ。あんまり打たない方がいいんです、だから。このオプションみたいなのが多分人かな、人を助けた代わりになってるのかな。ああ、取れなかった。あ、やばい。この曲、神曲ですよね。すげえな、グラディウスになってるもんな、キャラが。なるほどね。これはね、初めてやりますね。まあ、このカプセルがね、人の代わりだと思うんですけど。じゃあ人じゃないか。どっちがどっちか分かんなくなってきたな。エネルギーとカプセル2種類ある、カプセルとか人を助けるとこ2種類ありますけど。これが人かな、カプセルの方がね。カプセルが人かな。このオプションが、エネルギーがね、どっちがどっちか分かんなくなってきたね。危ね。はい、もうじき一面クリアですね。はい。あ、オプションか。オプションが人の代わりになってるのか。はいはい。二面ですね。二面はね、敵倒さないとちょっと難しいところがあるんで。人ですね、人の代わり。一つよりも魂助けてるって感じやな。あ、やられた。あ、くそ当たりにくいね。あ、残機増えましたね。あ、これパップですよ、パップ。よしよし。おー、レーザーになった。これ貫通できるんですよ、このレーザーね。うわ、グラディウスのレーザーみたいな感じになってる。なかなか凝ってますね。なかなか凝ってますわ。あまり打ちまくったらな、エネルギー減ってまうからね。これ取った方がいいね。人を助けるの。なるべく助けた方がいい。あぶね。あぶね。ああ、しまった。しまったね。ちょっと無理しちゃったな、今のは。もうレーザーなくなるんですよね。死んでしまうとね。いや、セクロスのね、アーケード版やってみたいですよね。やったことないんですけど。セクロスのアーケード版、パンドラボックスも入ってないので、GPD も入ってないからね。なかなかね、できないと思いますよ。あー、しまった。うわ、今回調子悪い。マグマックスのね、アーケード版もやったことないんですよね、僕まだ。結構何気にこの曲好きですけどね、僕ね。やばい、危ね、危なかった。二面から割と難しいですからね。障害物も多いですし。ちょっとエネルギー減ってるなぁ。トラント。よし、取った。よし。ボス、ボスです、これ。おぉ！
ビッグカーになってるボスが。ボスっていうか。こいつはまあ撃たないと倒せないんで。一体倒しましたね。あ、まだか。はい、もう倒しました、一体。よし、倒した。これでクリアですね。取れるかね。よし、取った。はい、3面ですね。これでまた1面のね、感じに戻るんですけど。多分ね、このゲームって確か3週か4週、何週までやったかな ?3 週ぐらいまであるんやったかな、そんな長くないんですよ、意外とね。うん。3週ってことは、9面ってことか。どうやったかな、ちょっと忘れましたけどね。そんなにでもね、面数も多くないんですよ、このゲームね、意外と。でも先になってくると相当難易度上がりますからね。やばい、危なかった今。あ、無駄に打たない方がいいんですよ、このゲームはね。なるべく避けて、倒す必要ある時だけ敵倒す方がいいんですよ。それだとエネルギー減っていくだけですからね。打ちまくるとね、だから連打してしまうとエネルギー減ってしまうってことなんですよね。だからもう、なるべく打たないで、人助ける、人っていうかね、カプセル、オプションを取ることに専念しながら、敵を避けたりしとるというね。あ、増えた。チャンキー増えたね。危ね。あれはね、端っこ打たないと壊せない。ああ、押し殺された。そう、たまにああいうこともあるんですよ。今の押されましたね。押して壁にぶつかる、そういうやられ方もするんで、たまにね。油断してるとああいうやられ方するときあるんでね。最後の残機ですよ、これ。さっき1アップしたからまだ、あれでしたけど。これ、あ、もうゴール近いですね。うん。まあ、ここまで来るとね、敵あんまり出てこないですから。おっと、これは怖い。危な。今の危なかった。よし、クリア。はい。はい。次4面ですね。いや、次の面ぐらいでやられそうな気がするな。おっと、怖い。ああ、怖い。急にね、敵の攻撃が激しくなってくるんで。せめて貫通のレーザーぐらい欲しいな。ほらほらほら。もう急にね、敵の攻撃激しくなってくるんですよね。危ね。これは撃ってこないけどね。これ取りたい。これアイテムない。そしたらレーザー。やばい。ああ、やられた。はい、ゲームオーバーですね。はい。まあまあ、楽しめました。これタイトルバグってるよね、完全にね、これ。うん。